音楽隊は諸外国の軍楽隊に相当する海上自衛隊の部隊である。海上自衛隊の職種の一つである音楽院の隊員で編成され音楽演奏を主な任務とする。同様に陸上自衛隊と航空自衛隊にもそれぞれ音楽隊が編成されている。鶴岡八幡宮で演奏を行う横須賀音楽隊、横浜港大桟橋で 護衛艦の入港演奏を行う東京音楽隊、海上自衛隊音楽隊の主たる任務は次の通りである。その他に、異問演奏や学生を対象とした演奏指導にも取り組んでいる。海上自衛隊には、防衛大臣直轄部隊である東京音楽隊があるほか、各地域を管轄する5つの地方隊にもそれぞれ音楽隊がある。 東京音楽隊の機材運搬者東京音楽隊は東京都世田谷区に所在する防衛大臣直轄部隊で全国各地で演奏活動を行っている。海上自衛隊のセントラルバンドとして年間120回程度の演奏活動に加え CD 録音にも積極的に取り組んでいる。隊長は二等会社を持ってあげられ防衛大臣の指揮監督を受け音楽隊のタイムを 統括する。十家学校に相当する部隊として、音楽隊員への教育も行っているため、総務課、音楽課、教育課の参加で編成されている。吹奏楽の各パートの演奏者に加えて、専属のハーアップ奏者、ピアノ奏者、歌手の隊員が配属されている。また、演奏以外の業務に従事する防衛事務官や、休養員、運転員なども含めて、 約70名の人員で編成されている。2020年現在、約50名の演奏者のうち3分の1が女性である。旧庁舎の一部の外観は、昭和時代の刑事ドラマ、太陽に吠えろ、の撮影時に7曲所庁者として使用されていたが、1995年に現庁舎に建て替えられて外観は変わった。遠隔各隊の隊長は3等階様かは1等階を、 持ってあげられ、地方総監の指揮監督を受け、音楽隊のタイムを統括する。各隊は、総務課、音楽課の2課で編成され、人員は、約40名である。東京音楽隊とは異なり、防衛事務官は置かれていない。横須賀音楽隊横須賀音楽隊は、神奈川県横須賀市に所在する横須賀地方、総監直轄部隊で、北は、岩手県から、西は、 三重県までの範囲を担当している。呉音楽隊呉音楽隊は、広島県呉市に所在する呉地方総監直轄部隊で、広島県下をはじめ、近畿、中国、四国、九州東部において、演奏活動を行っている。佐世保音楽隊佐世保音楽隊は、長崎県佐世保市に所在する横地方総監直轄部隊で、北は山口県から、 南は沖縄までの範囲を担当している。舞鶴音楽隊舞鶴音楽隊は、京都府舞鶴市に所在する舞鶴地方総監直轄部隊で、北は富山県から西は鳥取県までの範囲を担当している。大港音楽隊大港音楽隊は,は、青森県むつ市に所在する大地方総監直轄部隊で、北海道全域と青森、秋田、岩手を担当している。 毎年、海上自衛隊幹部候補生学校の一般幹部候補生課程を卒業した、初任幹部自衛官の実習を行う、遠洋練習公開のために、練習艦隊司令部音楽隊が編成され、各国の寄港地で、式典や、親善のために演奏を行う。演奏中の一等開始。海層の上層冬服に職所と一市の階級賞を、 つけている演奏時の音楽隊員は演奏用の制服を着用するほか、通常の制服に職所などをつけて演奏することもある。服装の成立のために開始であっても、改装と同様の制服、制帽等が用いられるため、本来の開始の制服であるセーラー等は、音楽隊に配属された時点で返納する。ただし、車両、休養など演奏以外の業務に従事する自衛官は、 他の会誌と同様の制服を着用する。この場合、海市長以下の自衛官の傍傷に表示する文字には、概ね部隊名が表示されているが、音楽隊の場合は、海上自衛隊の文字となる。音楽隊員、気象音楽隊員になるためには、自衛官採用試験に合格するだけでなく、各音楽隊で実施される、職種説明会で実技を行う必要がある。また自衛隊入隊後、 配属前に受験する音楽要因適性検査にも合格する必要がある。隊員に音楽大学出身者が多いことから高い水準の演奏技術が求められ、高校の部活動で吹奏楽を経験したという程度のレベルでは採用は難しいが不可能ではない。音楽隊員として採用された後も技量の維持が求められるため、限界を感じ会場自衛隊内の他の職種に、 転換する者も,もいる。音楽隊には、毎年決まった募集枠はなく、退職や移動などで欠員が出たパートごとに、約10から20倍の競争倍率になる。吹奏楽の各パートの他に、ピアノや声楽、ハープ等の採用例もある。音楽隊員になることができる自衛官採用試験の区分は、自衛官候補生及び一般総候補生の採用試験である。また、 年度によっては、技術階層の採用区分でも音楽隊員を募集することがある。採用されたものは、採用区分別に、会場自衛官としての基本教育を、一般隊員と共に教育隊で受ける。音楽隊に配属後、2年程度の勤務を経てから、ア音楽課程の教育を、三等階層への承認後には、初任階層課程及び、階層音楽課程の教育を受ける。 なお、平成26年度から各音楽隊の演奏業務への影響を考慮し、教育期間の短縮が施行されており、制度化されれば、教育期間は10週間程度に短縮される予定である。音楽隊の業務で車両を運転することがあるため、中型自動車運転免許を取得する機会がある。なお、現在は、幹部自衛官の外部募集は行っておらず、 音楽隊内の有志各社のうち志願した者が部内幹部候補生試験を受験する。合格後、海上自衛隊幹部候補生学校で約8ヶ月の訓練を受け、さらに初任幹部として音楽隊に1年から2年間勤務した後に東京芸術大学で1年間指揮法の研修を受け、音楽幹部となる。なお、近年ではさらに研さを積むため、一部の幹部に対して、 東方学園大学で2年間の研修が実施されている。舞鶴音楽隊の楽器運搬者担当する楽器は対応され、演奏に必要な消耗品は支給される。通常の楽団では裏方に相当する業務、すなわち演奏会の企画などの事務作業から楽器運搬者の運転やステージの設営に至るまで演奏者である音楽隊員が分担して行う。また、 他の職種の自衛官と同様に射撃などの訓練もある。自衛隊の多くの職種では1歳以下の階級の者の定年は60歳未満であるが音楽の職務に携わる自衛官の定年は階級に関わらず60歳と定められている。1951年に発足した旧海上保安庁音楽隊は海上自衛隊東京音楽隊の前身であって 現在の海上保安庁音楽隊は、これとは別個に新たに創設されたものである。音楽、海上自衛隊東京音楽隊、ノルウェーミリタリータトゥー2014参加記録。防衛省海上自衛隊公式チャンネル。2020年6月23日閲覧。音楽、海上自衛隊東京音楽隊スイスバーゼルタトゥー2016参加記録。 会場自衛隊東京音楽隊チャンネル2020年6月23日閲覧2個超2017開示ライブ https コロンスラッシュスラッシュ w w w n i c o v i d e o j p スラッシュオッチスラッシュ sm312983532 個超2018会事音楽隊 ライブ https コロンスラッシュスラッシュ www.nicovideo.jp スラッシュウォッチスラッシュ sm33120909 音楽海上自衛隊東京音楽隊ロイヤルノバスコシアインターナショナルタトゥー2019参加記録防衛省海上自衛隊公式チャンネル2020年6月23日閲覧ありがとうございます